はい、どうもウェルレスパー坂やっていきたいと思います。ハイフツアップアップデートがやってまいりました。そちらを見ていきたいと思います。ということで、まずは早々のフリーレンの、コラボがやってまいりました。こちらを見ていきたいと思います。まあ自分はね、一応 Amazon プライムの出てるもの、アニメまでは見ました。最終の漫画ぐらいまでは読めてはないんですけど、まあその辺を見たという感じでございます。で、まずはコラボイビから、いきますね。フリーレン。そして、フェルンとシュタルク、この3人が出ております。で、まずフリーレンから見ていきますと、得意練習が、テクニックとメンタル、まあ、ちょっと使いづらいのかなと思ったりもしております。で、反撃の心臓、飛行魔法ということで2金得持ちでございます。で、才能開花は真ということで技術精神を、獲得できるようになっておりまして、まあそうだね、まあテクニックメンタルなんでどう使えるかは、まだここからなんですけど、まあ反撃の心臓が使える場所であればまあまあいけんじゃないのかなと思ったりもしております。はい、次フェルン、芝刈り機、防御魔法、守護神の行事、シャットアウトと、で、得意練習がテクニックメンタル、こちらもテクニックメンタルとなっております。こちらは結構使いやすいかもしれません。ゴールキーパーでも意外といけそうな感じしてますし、ちょっとディフェンスキャラクターではないので、ちょっとセンターバック、微妙かもしれません。ですが強そうだよね。はい、で、敏捷技術が、稼ぎやすい才能開花となっておりまして、ディフェンスプラス3、テクニックプラス1、まあ、ゴールキーパーでは欲しいよねという感じでございます。最後にシュタルク、こちらはファランクス、戦士の心ということで、こちら唯一のディフェンス持ちと、なっております。ディフェンスメンタルなので、まあこのキャラが欲しいかな。テクニック3、ディフェンス1、まあちょっと何とも言えないよね。できればディフェンス3、テクニック1の方が俺的には使いやすかった。まあまあまあその辺はしょうがないとしても、また、使ってみたいと思っております。はい、そしてこいつらの、見ていきましょう。あれを見ていきたい、テーブルを見たいですね。テーブルを見ていきますが、まあ、ギガントで使うならば、人数効果アップ欲しいところでございます。フリーレンの方はイベントの発生率アップ、まあ、招き猫ワンチャン抜けるかなという感じのキャラクターとなっておりまして、人数効果アップはなさそうなので、まあ、ボランチとかで使うのかな。まあ、現状誰だ、稲本と被ってんのか、ランクアップ記念ブル、ちょっとその辺はありますが、まあちょっと使ってみてって感じが大きいかな。フェルンの方が強そうな感じするんだよな。ちょっと見た感じフェルンの方が強そうなんで、ちょっとどうなのかなという感じでございます。続きまして、先ほど言いましたフェルンの方はね、人数効果アップあります。なのでギガント学園高校を使いたいよね。ゴールキーパーで特に使いたいかもしれない。強いよ。テクニックメンタルなんで技術精神大量に稼げます。正直ゴールキーパーであればね、ディフェンスじゃなくてもある程度活躍できると思ってますね。まあそれがありますので、まあこちら、しっかりとフェルン使ってみたいです。で、このキャラクターが50になりますと、練習効果アップ 40% ございます。強いね。もう普通に強いです。はい、でも50はきついんだろうな。まあ頑張りたいですね。はい、続きまして、はい、続きましてシュタルク、シュタルク、ちょっと待ってくださいね。はい、シュタルクで、シュタルクはメンタルあって、人数効果アップも少しだけあるという感じでございますね。まあ精神の体力回復量多いのはありがたい。ディフェンスメンタルの割には結構ありがたいですね。まあメンタルキャラクターなんだろうなっていう感じはするけどね。いろいろと見た感じメンタルキャラクターとは自分は思ってなかったんでね。はい、まあディフェンス来たとしてもフィジカルとか、まあそのあたりが来るんじゃないのかなと思っていました。ちょっと予想が外れましたね。で、人数効果アップは25の状態で、40% でございます。で、40でそんなに上がってない。で、44、48で 80% まで上がります。倍増するんでね、これは強い方がいいなと思ったりもしています。はい、こいつは借りた方がいいかもしれない。50になった時こそ、本領発揮、しそうなキャラクターでございます。まあ、このキャラクターたちが来ておりますので、またサクセス動画も撮っていきたいと思っております。はい、続きまして、ガチャですね。ガチャの方は、フリーレンの、ループガチャと優勝限定ガチャ、
優勝限定ガチャはね、SR の確定、プラス PSR チケットとなってますので、まあまあまあ引くと。コラボガチャの方、ループガチャの方は、まあいつも通り70連1回、まあワンループという形になってまして、60連で PSR 確定、で70連目で PSR チケット、まあこれはちょっと大盤振る舞いかなと思えるぐらいいいです。で、SR の引っ掛け券も2枚手に入りますので、意外と、むちゃくちゃ回す人は50は作れるかもしれませんね。作りやすいかもしれませんね。まあだって、実際多分2ループすれば、ほぼほぼ全部 PSR 手に入りそうな感じもしてます。はい。全部手に入るか。チケット2枚プラス確定2枚だからね、いけますね。いや、2ループか。結構きついね。はい、続きまして、創創学園、人気イリカルの選抜ガチャ来てます。まあ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 、浴衣の花池、野川、越辻、初瀬、バレンタインの、花火、そしてフワちゃんとボワラン。フワちゃん使われてたんだって感じはありますけどね。で、騎士の、創成剣も来ております。はい。で、ゲドウのプラチナが50個渡すんだっていう感じはしてます。はい。まあ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 、このガチャは無課金無課金は引かないでおきましょう。とりあえずこれはスルーでいいと思っています。はい、それ以外には、増量キャンペーンが来てますよと。で、後で言いますがフェスマッチ、これがね、すごいアップします。ありがたいです。であと、頂上決戦パワフルサッカー杯で、イベントの報酬キャラクター決まりましたね。鳴金くんが来てくれます。まあ、切り込み隊長は一応ランクアップ金属となってまして、ブリリアンシュートが確定なのは結構でかいねという感じでございます。まあ、これは皆さん頑張ってみてください。まあ、年末年始ではなく、年末年始か、年末か、年末に確かあるんでね、やってみてください。あとはコラボの方はね、いつものリツイートキャンペーンと、ガチャイベントキャンペーンということで、ここにまとまっておりますね。フェスマッチ、マンオブザマッチ来ているのと、あとはフリーレーン1個、まあ、この辺の、イベント売ってます。あと、上げ、強化合宿、来てますんで、もうこれはね、時間だけ、経てばいいだけなので、ぜひ皆様やっておいてください。そっか、ループガチャで見ましたが、SR のラジバカセゾーンも手に入るんですね。これは結構ありがたいです。はい、では最後にフェスマッチ見ていきましょう。ね、自分はね、フェスマッチ PSR の 10% チケットを手に入れずにちょっとサボり気味、でした。なので、チケット溜まってます。はい、チケットが、957枚溜まってまして、PSR の大丈夫活動1枚、手に入ります。で、SR も2枚。で、あとは、才能開花のかけらが、手に入るようになってます。で、地味に嬉しいのは、銀チケットの方で、PR、3枚に増えます。で、これ1枚だったはずなんで結構嬉しいです。まあ、このあたり PRR も、手に入りますんで、2238枚溜まっております。こちらを使っていきたいと思います。ということで今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべた。